1936年ベルリンオリンピックは、1936年8月1日から8月16日まで、ドイツのベルリンで行われた、オリンピック競技大会。ベルリンは1916年のオリンピック、開催都市として一度は、開催が予定されていたが、第一次世界大戦によって中止された。さらにドイツは、第一次世界大戦に敗北し、 国土が荒廃し、経済危機に陥ることとなった。しかし、1931年に、フランスのパリで行われた第11回夏季オリンピックの開催地投票において、ベルリンが、スペインのバルセロナを43対16で破って、再び開催地の地位を獲得したことで、開催に向けての準備が進められた。ベルリン市内に飾られた彫刻ベルリンオリンピック時の、 ベルリンオリンピア・スタディオン。右側の柱にはハーケン・クロイツが描かれているオリンピア・スタディオンに入場するヒトラー聖火リレー・ウンターデン・リンデンに展示された聖火台。背景に映っているのはベルリン大聖堂。その翌年の1932年11月ドイツ国会選挙の後に首相に任命されドイツの政権を獲得し、 反ユダヤ主義政策を打ち出し同国の国民からの支持を背景に当時流星を誇っていたアドルフ・ヒトラー総統は当初オリンピックをユダヤ人の祭典であるとしてベルリン開催に難色を示した。反ユダヤ、反フリーメイソンのヒトラーにとってオリンピックとはユダヤとフリーメイソンによる発明とされていた。しかし、側近から 大きなプロパガンダ効果が期待できるとの説得を受けて開催することに同意した。開会式ではプロパガンダの一環として第1回マラソン優勝者のスピリドン・ルイスが招待されたりもしている。ヒトラーがオリンピックの開催を決めた後はオリンピックをアーリア民族の優秀性と自分自身の権力を世界中に見せつける絶好の機会と位置づけベルリンだけでなく ドイツが国の総力を挙げて開催準備を進め短期間でオリンピックスタジアムや選手村空港や道路鉄道やホテルさらに当時まだ実験段階であったテレビ中継などの受け入れ体制の整備が進められただがベルリンでの開催決定後にドイツの政権を握ったナチス党がドイツ国民の支持のもとにユダヤ人迫害政策を進めていったことや 反政府活動家に対する人権抑圧を行っていることを受けて、ユダヤ人が多いイギリスやアメリカ、そして開催地の地位を争ったスペインなどが開催権の返上やボイコットを行う動きを見せていた。これに対してドイツ政府は、この大会を開催したいがために、大会期間の前後に限りユダヤ人に対する迫害政策を緩めることを約束したほか、ヒトラー自身も、 有色人種差別発言、特に黒人に対する差別発言を抑えるなど、国の政策を一時的に変更してまで大会を成功に導こうとした。実際にオリンピック開催の準備が進められる中、それまでドイツ中に見られていた反ユダヤ人の標語を掲げた看板は姿を消し、ユダヤ系の選手の参加も容認された。合わせて、 反政府活動家が習慣されていた収容所の規則は一時的に緩められたほか一部の反政府活動家は国外へ出国できることとなったこのようなドイツ政府の変節を受けて開催ギリギリのタイミングで開催権の返上案は撤回されまた国内からのボイコットの要望が根強かったイギリスやアメリカも参加することを決意した なおオリンピック開催後、イギリスやアメリカにおいて、人種差別的感情を抑えきれなかったヒトラーは、黒人のメダリストジェシー・オーエンスを心よく考えず、握手を拒否したという噂があった。しかし実際には、ヒトラーは、当初勝者全員と握手していたが、走り高飛び競技が長引き、ヒトラーは時間の都合上途中で退席せざるを得なかった。 そこで、オリンピック委員会が、公平を期すために、すべての勝者に握手するかしないかを決めるよう、要求したところ、ヒトラーは後者を選んだという。また、オーエンスの回想によると、ヒトラーの席の前を通過するときに、ヒトラーは、立ち上がり手を振った。私も手を振り返したという証言があるように、オリンピックの成功に向けて、多くのドイツ人のみならず、 ヒトラーも自らの人種的偏見を表に出すことを抑制していた。この大会においてプロパガンダ効果を高めることを目的に古代オリンピックの発祥地であるギリシャのオリンピアで聖火を採火し、対明で開会式のオリンピアスタディオンまで運ぶ聖火リレーが初めて実施された。これは彼らゲルマン民族こそがヨーロッパ文明の源流たる。 ギリシャの後継者であるというヒトラーの思想にかなったものでもあった。聖火リレーのコースは、オリンピアを出発して、ブルガリア、ユーゴスラビア、ハンガリー、オーストリア、チェコスロバキアを経由し、ドイツ国内へ入るというものであった。なお、ドイツ政府は、聖火リレーのルート調査のために、ルート途上の各国の道路事情を綿密に調査したが、1939年に、 勃発した第二次世界大戦において、ドイツ軍がこの調査結果を活用し、後日ドイツ軍がルートを逆進する形で進行を行ったという逸話が残っている。この説には反論もあるが、一般的にはこれが通説となっている。この大会の3年後、1939年9月に、ドイツによるポーランド侵攻を機に、第二次世界大戦が勃発し、 第12回東京大会と第13回ロンドン大会が中止されたため、この大会が大戦前最後の大会となってしまった。次の夏季オリンピックは、世界大戦終結後の1948年まで12年の間隔が開くこととなる。なお、開催地選定に敗れたスペイン政府は、ベルリンオリンピックへの参加をボイコットした上に、同大会に対抗して、同時期に、 五輪候補地だったバルセロナで人民オリンピックを開催することを計画した。ドイツからの亡命者を含む22カ国から6000人の参加が予定されていたが、開幕当日にスペイン内戦が勃発したために幻の大会となった。バルセロナで IOC 公認オリンピックが開かれたのは56年後の1992年のことになる。 青色が初参加国、緑色の国が、その他の参加国。ベルリン市内に形容された各国旗。前回を大きく上回る49の国と地域が、出場した。なお、アフガニスタン、イギリス領バミューダ、ボリビア、コスタリカ、リヒテンシュタインとペルーが初参加となった。一方でリトアニアは、クライペダ地方の占領及び編入に対する、 最高措置として、ドイツから参加を拒否され、不参加となった。独立国家植民地日本人女性初の、五輪金メダリストとなった、前畑秀子日本の孫規定総幅飛びで3位に入り、表彰台に上がる日本の田島直人表彰台。中央は、優勝者のジェシー・オーエンスよみ売り新聞社は、写真原稿輸送のため、1936年8月に1機を、現地で購入。 ベルリン東京3日間の連絡飛行を企画したが、ソビエト連邦上空の飛行許可が降りず、結局1000便で輸入された。この機体は、読売6号機として使用された。大阪毎日新聞は、ロサンゼルス前大会において、ライバルの大阪朝日新聞が、日本代表応援歌詞を公募して、大ヒット曲を生み出したことに鑑み、古会社東京日日新聞を参画させて、 当大会の応援歌を検証公募した。この結果、山本会二の死が当選。あげよ、日の丸の曲題を付し、全大会の朝日制応援歌と同じく、山田工作作曲、中野忠春の歌唱で、日本コロンビアレーベルから発売させた。これに対し朝日は、全大会応援歌、走れ大地を、お再発売する企策で対抗したところこれが、大当たりを取り、 朝日の大逆転勝利となった。競技報道においても、大米、大朝の争いは、熾烈を極め、国際電話取材、飛行機による、フィルム送付、実験的ながら、画像伝送機が登場した。本大会では、当時まだ多くの国では、開発段階であったテレビジョンによる中継が、試験的に行われた。試験的とはいえ、複数のカメラを使い、 会場と会場外を結ぶ本格的なものであった。ナチス党のおかえ監督と呼ばれた女流映画監督のレニリー・フェンシュタールによる二部作の記録映画であるオリンピアが撮影された。この作品は1938年のベネツィア国際映画祭で金賞を獲得する等格方面で絶賛されて普及の名作とされている。詳細はオリンピアを参照。 本作の成功により IOC は以後のオリンピック大会において組織委員会に記録映画の制作を義務づけることになった。ありがとうございます。